こんにちは、デポンです。今日はカイキングとデポンとウマヅラハギの3人で、動画を撮ります。頑張って喋りたいと思います。やっていきたいと思います。開幕の挨拶ちょっとデポンさんにお願いしたんですけど、すごいなんか喋り方が小学生のなんか日記みたいな。大丈夫かデポン、本当にお前東大院かと心配になったぞ今のは。言語能力をどっかに置いてきたらしい。あもうなんかというわけでね、まあ、今回この3人でエイペックスだから雑談していきたいと思います。いやね、お二人ってね、めちゃくちゃなんか頭がいいと思うよ。正直50人クラスの中では相当トップやと思うよ。うんうん、兄弟東大、うん、特権力が今満たされてるな。うんうん、頭がいいと思うんだけどさ、なんでさこんな50人クラスみたいなゴミの吐き溜めに来ちゃったの？僕はなんか、マイクラの動画昔から見てて、そのくんさんじゃなくて他の中1か中2ぐらいの時に、なんかたまたま昔のなんか50人クラフトを動画で見つけて、うん、建国クラフトを知って、で、なんかその時は自由に参加できたじゃないですか。まあ、できたんですよ。昔はそうだよね。そうそう、参加できた。だから参加して、そしたらなんか、ディスコードでなんか、昔やってた人は入れるよみたいなこと聞いて、マイクラ好きだったんで、楽しそうだからやろうと思ってたら、なんか、こういうことになりましたね。ここで道を踏み外したわけだな。そうっすね、完全に。だけどくんさんほんと昔から動画投稿頑張ってるからさ、マイクラの動画やっぱ他の人見ててもさ、だんだん関連に出てきて、結果くんさんを知って、まあ、沼に入るっていう人はやっぱ多いよね。投稿本数が多いからやっぱ関連に出やすいよね。ああなるほど。あチャンネル登録よろしく。デポンさん教えてもらってもいいですか？なんかほぼ同じなんだけど、でも時期はこれ大学生の時だから。あ、大学生の時知ったの？デポンは。そう。デポンってさ、その大学生の時って何クラフトやってた時？50人クラフトは。建国が始まる直前ぐらいだな。あ、結構前だな。2017、18ぐらいかな。あ、じゃあデポンも昔結構自由に参加できた時に参加してて、まあその後なんか参加できるようになったみたいな感じだった。そうだよ。あ、そこら辺じゃ同じようなその時期なんだ、馬面さんとデポンさんは。そうそうそう、みたいですね。え、なんか、うん、別のサバでなんかデポンさん見たことある気がする。マジ？え、なんかクンキッズの界隈で、ポポロスの界隈、わかる？デポンくん。うん、わかる。あ、え、あそこいたよね。いた。あー、いた。なんでポポロスって そこっす。昔の人覚えてないわ。テンプロのポポロスさんって人がいて、うん、あー、はい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 、あの人のなんか仲良しグループみたいな、仲良しっていうか、なんかその人がよく配信とかしてて、うん、建国の時にそこになんか、うん、あ、デポンもいたんだ、お友達みたいな感じで。リスナーかな、多分。あ、リスナーだったんだ、うん、デポンはまだ。そうで、そこからなんかその仲間内でマイクラしたりとかはあったかな、ちょっと、してた。ちょっとした。相当昔の話すぎて多分視聴者置いてきぼりな会話そう、イニシエですね。イニシエだな。いや、今50人カード入りたいって言いきつつ多いじゃん、めちゃくちゃ。はいはい、うん、昔から50人カードやってたら自由に参加できたんすよ。お疲れ様でーす。かわいそうに、うん、え、あ、うんうん、なんだその、うん、いやなんかすごい煽るなーと思って、僕なんかそんな人バカにするとかそんな好きじゃない。お前結構前の動画でなんか人を見下して勉強のモチベーターとか言ってたやんお前がそんなこと言うちなみに俺は50人カットはあれですけどね、トラクロとかのその著名な人たちのその推薦というか裏口入学で入った、完全にずる部署作戦で入ってるとか。人脈も力っすからね。そうそう、完全に人脈力パワーでいった。2人ともさ、まあ、50人カットやっててさ、やっぱ周り中卒の子とかさ、まあ、大学中退するヤバい子とかたくさんいるじゃん。まあ俺もその一人だけどさ、そう考えたらさ、ぶっちゃけさ、2人ってもうそういう高学歴の上の方にいる人たちだけどさ、どういう感情になるの？悲しくなったりとかしないの？別に50人クラフトってリアルじゃないじゃないですかリアルじゃない一応、うん、あ、リアルのそのウマヅラハギの中身の人が、うん、その人たちといつもつるんで遊んでるっていうよりかは、なんかネットで遊んでるだけなんで、うん、あ、まあ、ネットだから、ここはなんかあんまりそんな混同してないから、うん、あ、ネットだからいつでもなんか関係パージできるから、まあそんなこと考えてないってことを言いたいのじゃない。はい、そうそう、まあ別に俺関わりたいし他人事できるからって、最終的にはまあそうですね。あってのもあるし、単純になんか面白いっすよね、その逆に。いや、面白いってバカにしてるとかそっちじゃないそう、なんか、うん、
普段関わらない、関わることないじゃないですか、東大京大とかなんか行ってて、うん、そういう人たちとあんまり、まあ、馬面くんみたいななんかできた人間はなかなかこういう人間たちと絡む機会はないよね。印象操作がやばい。馬面くんのことを印象操作してるわ。そう、だからちょっと結構逆に楽しいですね。それでまあ逆にまあなんか刺激的ってことだね。そうっす、まあ、こんな狂った人間と出会うことはなかなかないからね。そうっすね。もう諦めたな。もう諦めた。デポンさんはちょっとどういう感情になるんですか、そういう人間見たら。最初はびっくりだったな。あ、もうびっくりの連続みたいな、うんうん、一番最初はなんか中卒って言ってもなんかそういう事情があってみたいな。あ、なんか事情があるんだろう。それめっちゃわかる。どういうこと、事情があるって中卒に。いや、なんか中卒にならざるを得ない事情があって。あー、なるほどね。本質的には自分と何も変わらないじゃないかって思った。その、まあ、親の関係とか、まあ、家庭の関係でしょうがなかったみたいなものかなと思ったら、ただ惰性でなっちゃったっていうのを聞いて驚いたってことか。そう、なんか喋って話を聞けば聞くほどすごい人なんだなって。いや、それめっちゃわかるな。なんかいい研究材料だみたいな感覚か。研究材料。研究。チャンネル登録忘れてない？タンカゼってさ、ぶっちゃけ頭悪いじゃん。対外の人は。その頭が悪いやつにデポンとかさ、まあ、馬面さんとかバカにされる時ってあるじゃん。たまに。ありますね。はいはい。それされた時ってマジどういう感情なんの二人は？僕は。そんななんか笑いをのためのそういうあれだし、そんな気にしないし、まああと単純にまああれですね、実際は頭いいから。ああ、実際の方が上だしみたいな。どんなに言われても余裕があるんで僕は。自分で言うのはあれやけど、王者の風格。ちょっと余裕を持って接してるんで、そしてなんかそれでなんか、なんやこいつ生意気やろみたいな、そういうのはないかな。あ、わかないんだ。まあ余裕があるのいいね。もうなんか総分さんとかなんであんな余裕ないのかなって俺思うときあるんだよね。まあちょっと最近あんまいないから久しぶりの人だけど、ああいうとバカにされたらめっちゃキレるやん。そうですね。なんでだってなる。余裕があるんだけど、俺だったらちょっとプライド許さないけどな。デポンさんはさ、そうやってバカにされたときどういう感情なんの？やっぱりコミュニケーションの一つかなぐらいに。あ、もうあんまバカにされてるっていう感覚がまずないのか、もしかして。まあバカにするのがコミュニケーションみたいなところあるじゃん。この会話。あー、まあ、ラップバトルみたいな雰囲気で思ってんだ。でもなんか時々本気でこの人自分を見下してるのかなと思って、なんか驚くこともある。驚く。日々刺激的バイデポン。すごいね。ちなみに俺多分デポンバカにするとき多分本気でバカにしてるかもしれない。マジ？うん、マジ。だったらデポンどう思う？自分にも欠点があって相手にも欠点があるのに、自分の欠点を棚上げしてよく見下せるなって、なんかすごく感心する。やめて、ちゃんとちゃんとして、感心するらしいっすよ。ちゃんとしたなんか、デポンすごい今饒舌だったな。いつもなんか言って語彙力下がり気味なのに、今のちゃんと饒舌だったな。ちゃんとしたことを返されて俺も言葉が出なかったわ。さすが、そこは東大。そこは東大出たね、今のは。僕あれなんで、なんか現実でいじられキャラだからいじられても何とも思わないってのもあるかもしれないです。あー、リアルで結構いじられてるから、まあそれぐらいだったら大丈夫みたいな体勢があるんだ。デポンってリアルなんかあんまいじられなそう。いじられてる？リアル、いじられる時もあるし、いじられない時もあった。難しい立ちしそうやな、デポンってリアルで会うと。あ、こいつはめっちゃ肩の方降りてるわ。こんなことあぐらいいんじゃねえのかな。あんま攻めすぎると結構やばいね。あ、いや、ポータ引いちゃおう。ポータ引くわ。はい。おーい、こう屋上に繋ぐ感じで投げてみちゃう。あ、やべ、ミスった。あ、カキさん、 あれ何してるんすか。この木が登れない。大丈夫。はい、いいよ、入っていいよ。ナイス。まったいいね、繋いだもん。いや、隣の家にもいます、向こう側。はい、さあ回った。やべ、こいつ行く。多分こいつ死ぬ、こいつ死ぬ。こ、あ、死んだわ。死んだけど、これ3パか。これワンチャン。あ、間違えた。中いる、中いる。あ、やべ、中いる。光いるわ。やべ、シュート低い。うまさ。やべぇ。さすがに、すごいすぎたな。だけど、こいつらも死ぬと思うけどな。こんな感じだと。チャンネル登録よろしく。最後になるんですけど。
はい、50人カットやってて本当に辛くなったエピソードとか、なんかちょっといじられすぎて辛くなったなみたいなエピソードあったらちょっと教えてほしいです。ドラゴンクラフトの時にネタをやったこともあった気がするんだけど、はい、その時になんかまともに拾ってくれないというかなんかただ何やってんだお前みたいな、バカにされて終わった、悲しかった。ちょっとクンさんの その当時のデポンに対する期待値が低すぎて、何やってんだこいつ、なんかよくわからんことやってるわみたいな感じ、もう次行こうみたいな感じで振られたってことか。そうだね、それでなんかネタごと爆発されて終わった気がする。めっちゃ自信なくすやつやんそれ、かわいそうえちなみに誰に爆破されたの、クンさん、あれだったっけ、なんかいや、なんか壁越しに爆破されたから誰だか分かんない。ああ、もう犯人すら分からないっていう一番悲しい終わり方してるワンチャン俺かもしれんぞそれ、俺やったらごめんなさい当時結構爆発してたから、爆発させてたから分かんないな。じゃあ馬面さんありますか。僕もつまらないいじりめちゃめちゃ されるんで、ああかわいそう。その時ちょっと傷つくのと、あと50人クラフトないじゃないかもしれないですけど、あの見バレしてリア友にあのいじられたのは一番心にきました。あ見バレ、あそうよ、知ってたな、なんか馬トロールとか言ってんのバレてたな、なんかくんさんなんか リアルの。あそうですね、まああれはちょっと違うんですけどね。まあ、それとはまた別でバレたってこと。うん。模試の結果とか出すとあの見バレするんで皆さんも気をつけましょう。模試の結果ってバレるんだ。意外とバレましたね。ああとあのあだ名があのリアルのあだ名なんで。何なったの。昔この馬面はぎってあだ名が中学生の頃のあだ名だったんで、あそれでちょっと見バレしたりもするんで、はい、そのまま使っちゃった系か。そうですね、リアルのあだ名使わないことと模試の結果はあげないことをちょっと注意喚起ちゃんとしたアドバイスで草生えるさせていただきます。ちょうど今もう受験期とかで頑張ってる人多いし、はい、やっぱ模試とか受ける人多いからちょっと気をつけてください、まあ、これが参考になったって人はよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。デポンっていう名前で友達とゲームしたりするから。マジでお前してんの。いやお前やばい、や見バレもうしてるよ多分お前それ。えマジ、えマジ、えマジこの名前でやってんの。いやともとだってエーペックスさ、うん、別のアカウント作るのめんどくさくない。まあ確かに、まあ確かに。このほんじゃ大学の友達でデポンっていう名前のフレンドがいる方、これ完全にデポン本人です。 やめてよかったら皆さん教えてください。まあこれ知らなかった人はね、まあ拡散してね、ちょっと皆さん教えてあげてください。